こんばんは。そしてはじめまして。毎週週替わりでお届けしています木曜日のオールナイトニッポンクロス、今夜は我々新天地開拓集団ジグザグがお送りします。やーさあの赤ちゃん、オールナイトニッポンじゃなくてクロスさっきまでずっと言ってたもうオールナイトニッポンクロスに初登場ということで、え、新天地開拓ジグザグ誰何という方も、まあまあ、の数いると思うんですけれども、そのあたりについては、この後じっくりお話しするとして、まずは一人ずつ簡単にご挨拶していきましょう。イエーイ、ということで、私が歌、ボーカル担当、みことです。そして、低音源、ベース担当、りゅうやです。太鼓、ドラムス担当、かけまるでーす。イエーイ、やっていくぜー、うわはい、この3人で新天地開拓集団、ジグザグ、というバンドをやってるわけなんですけども。はい。はい。我々ね、オールナイトニッポンクロスはもちろんですね、ジグザグで、単独でね、ラジオを担当するっていうのはですね、今夜が完全に初めてと、思いました。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。ラジオ出演っていうのもこれまでね、数えるぐらいですから。ね。ね、もう、この、ね、不慣れな。もう、つたない。とりあえず困った騒げみたいな。大きい声出せばいいと思ってる。大きい声でやっていこうみたいな。ね、オールナイト日本ですよ。はい。ね。本当に、初、なんていうかね、初担当するのが。ね。うん、すごいことですよ。お父さんお母さんも、お友達もね。みんな聞いてんちゃうか。みんな聞いてるで今、ね、正座して。あ、リュアが出てる。ね、緊張してますか？どうですか？僕は全然。でしょうね。楽しいです。楽しいです。楽しいな。はい。僕はもう、そもそも喋ることがね、結構緊張しいなんで。うん、そうよな。だって、そもそも、全く喋らへんかったのに、最近すごいよな。普通に喋れるよな。確かに確かに。多分。あれ配信が効いてんじゃん、これ。そうですね。自分で一人で配信をやるようになって、うん、ちょっと喋れるようになったかな、ね。でもやっぱ緊張すんねや。しますね。いやー、でもね。みこさんはどうですか？俺はね、なんか始まる前ちょっと緊張しててんけど、今は全然緊張してない。ああ、みそぎと一緒ですね。そうね。みそぎも、あの、幕開くまでが一番緊張してる。幕開いたら、もう、会いたかったぜやからな。まあ、そんな感じですかね。はい。はい。今夜は、ジグザグの3人だけでお届けする1時間のスペシャルプログラムとなりますが、はい。オールナイト日本をね、何一人で終わるかけ一人で終わる。いや、どうぞどうぞ。何やねん。いや、あの、諸事情による。諸事情。諸事情による。オールナイト日本っていうのを聞いてましたか皆さん、はい。僕は、今もね、やられてる、霜降り明星さんの、オールナイト日本のゼロの時から聞いてまして。で、今も聞いてるんですけど、特に大阪から東京の、こう、車で一人で移動するときとかもずっと聞いてました。あ、そうなん。そんな長い時間やってんの？だいたい一本2時間で、アーカイブがあるんですけど、なんでだいたい7時間から。3本ぐらいね。ぐらいじゃないですか。なんで、もう3本ずっと。だから3人で運転してる気分です。会話を聞きながら。そうなんですよ。だからいつもね、今でこそね、もう割とね、マニーが入ってね。まあ新幹線やらんやら。あら。まあ私は空を飛んでいきますけれども。私はね。そうですね。私は空を飛ぶんですけども、二人はさ、車でね、頑張って移動してたやんか。はい。今はね、新幹線。売れたの！ああ。その頃に比べるとね。いや、もうだから3時間聞かんでええで。もう新幹線だよ。確かに、霜降り明星聞けるよ。確かに。ね。いや、素晴らしいね。はい。なんか思い入れの、影丸とか聞いてた。いや、だ僕ね、生まれてこなかったラジオを聞く環境がなかったんですよ。どういうこと？家に。どういうこと？ラジオを聞く環境がね。なんもなかったんですよ。で、でも、オールナイトニッポンっていう言葉はもう知ってるぐらい。ラジオの知識ゼロな、僕でも知ってるぐらいやっぱ有名な番組やったんで。確かにな。めちゃくちゃ今日楽しみな。誰でも知ってるよな。ミスチルみたいな。いや、ほんと、ね。ミスチル？ごめんなさい。ミコさんは聞いてました。俺はね、前世の記憶やねんけど、今俺0歳やねんけど、違う、もう1歳になったな。俺1歳やねんけど、前世の記憶で、受験の時やね。受験。多分高校受験をしたんや、多分前世の記憶やけど。はい。その時に、夜10時ぐらいかな。オールナイトニッポンの、オールナイトニッポンスーパーってやつをね、聞いてた。これで世代バレるわ。お
スーパーってなんかすごい短い期間しかやってなかった。あ、そうなんだ。あら。そうなんよ。でもね、それをね、オールナイトニッポンスーパーっていうね。すいません、ちょっとあの、やってないよなっちゃいますね。俺はもうだからすごい、はい、あのスーパーですごいエコーかかんね。なるほど。で、今日もこれかかってたんかな、あれ。で、ね、かかってたそうです。ね、これですよ、やっぱこの番組といえば。ね。ね、いや感動的ます。感動的ですね。本当に。本当にね。イメトレとかした。そうですね。まあ、イメトレというか、うん、僕、そもそも、普段だとこの時間ってもう寝てるんですよ。あ、そうよ。確かに。そうなんですよ。割と。ゆうやはもう10時、11時に寝るもんな。そうなんですよ。ね、普段寝るんで、あの、この仕事が決まった日から、毎日、もうちょっとずつちょっとずつ起きる時間を伸ばして。おー、真面目。あの、真面目やな。特にこの0時から、こう、1時の間、うんうん、もう無心でこう、目を、ガッて開いて起きるっていう練習をしてました。そんなやつおる。バンドマンで1時起きられへん人とか俺出会ったことないわ。僕本当に朝4時5時に起きるんや。そうですね。わけわからん。やばいよな。僕ら今昼ぐらいですもん。そう全然もう今おはようございます。おはよう。いやでもすごいよな、やっぱだからすごいね。夜に得意な人ともう朝方の人間がおったから、あの遠征の時めっちゃ大変やったら楽やったな。あ、そうですね。こう運転とかね、運転がな、夜中運転する係と早朝にね。そうだから俺とか影丸は夜中もう全然平気やから、うん、夜のだから3時ぐらいまでもう全然ビンビンや、ね、で3時過ぎぐらいからやばいそろそろ眠いぞってなっていたぐらいにむく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 おはようみたいな。でこっから行けますだからもうめっちゃ元気やね。もう普通なんで本当にね。あれすごい助かったな、ね、いいローテーションでした。いいローテーションでした。ちなみにね、我々はね喋り出したらねもう止まらないですね。止まらないですね。楽屋でもずっと喋っとるよ ね本当に永遠喋っとるよな。永遠喋ってます。結構あれよな。でもまあビジュアル系なんですけどこう見えて、はい、あのねおとなしい方とかね多いよな。そうですね。そう一部を除いてやけど、まだバンド感バンドメンバーでこんだけ仲いいの珍しいんだよね。確かに ね確かにそれはすごい。もうよく言われますね、すごい仲いいねと。ねもう偶然よ。あらたまたま、ね、いやでもこの年齢差はすごい。まあ逆にまあまあ1歳とね。そうそう1歳とさ1歳と20この年齢ね全20半ばやろ。はい、だからもう25年ぐらいのさ差があるから。そうジェネレーション。ジェネレーション。これあの、ちゃんと訂正しておかないと、ほんまに、その、あれですよ。25個上やと思う。50歳ぐらいだと思う、ね。いやいや、まあまあ。まあ、後でね。ある意味間違ってないけど、おじいさんって言われる。おじいさんってめっちゃ言われる。おじいちゃん。後でまあ、その流れも、ちょっと説明させていただきたいかなと、はい。そうですね。はい。はい、ということでですね、せっかくの機会なので、ご新規さんにも興味を持ってもらえたら嬉しいです。はい。それでは、始めましょう。新天地開闢集団ジグザグのオールナイトニッポンクロス。改めまして新天地開闢集団ジグザグの歌ボーカルみことです。低音源ベース担当リュウヤです。太鼓ドラムス担当影丸です。はい、週替わりでお届けしている木曜日のオールナイトニッポンクロス、今夜は僕たち新天地開闢集団ジグザグの3人が一夜限りのパーソナリティを担当いたします。いいえ、先ほどですね一人ずつ簡単な自己紹介をしたわけですが、ここからは新天地開闢集団ジグザグというバンドは一体何者なのかについてお話ししたいと思います。はいはい、はい、ということでですね、新天地開闢集団ジグザグとは、まず新天地開闢集団というのは漢字で、はい、でジグザグはカタカナです。はい、はい、そしてこの新天地ね、開闢集団ジグザグってこの漢字難しいですから、はい、これもいっぱい書いて練習して ね覚えて、ね、ください、はい、ということですね。で結成したのは2015年で、翌年から本格的に始動いたしました。はい、はい、で我々はですねライブのことをですねみそぎと言ったりですね、あとみそぎに参加するファンのことを参拝者で言ったりしております。はい、はいはい、そしてね私まあ、あの歌を歌ってるんですけども、一応ですね、みことというんですが、破壊の祈祷師というね、ことで、
そういう肩掛けがございまして、はい、あと龍也が名言の大名詞、はい、そして影丸がキンキの大忍び、はい、というね異名を持っております、はい、ね、いいでしょ、すごい世界観あるでしょ、素晴らしい、ね、あバンドの集合写真とかもね結構奇抜な感じがあるんでね、うん、まあその結構そのザ・ビジュアル系みたいな、まあ、イメージあるかもしれませんけれども、はい、まあビジュアル系なんですよ、そうですね、ただちょっとこうね皆さんのイメージするのとはもしかしたらこう違うかもしれませんね、うん、はい、という結構奥の深いもう知れば知るほど味がする、はい、噛めば噛むほどスルメな感じの、ね、やめられない、ね、素晴らしいバンドとなっております、はいはい、ということでね今回この番組で初めて我々に触れたというそこのあなた、あなたですよ、ね、そのあたりの細かいねあれこれありますけれども、まあ、それはね一旦全部忘れていただいて大丈夫です、はい、はい、なんかね、はい、3人組のバンドなのやなっちゅうことだけ覚えてもらえてればもうそれだけで我々もねもう感謝感激でございます、はい、本当に名前だけでも覚えて書いてください、はい、新天地開幕集団ジグザグです、よろしくお願いします、はい、ね、もちろんねこの作り込んだバンドの世界観っていうのもですね、ある意味、まあ、魅力の一つかもしれませんから、はい、まあ、自分らがあんまり把握できてないところもありますけれども、はい、その辺もねいろいろ気になるっていう方はですねインターネットとかでねウィキペディアとかありますから、詳しいファンの方がいろいろね、もう俺らも知らへんようなことまで書いてくれてますから一応さっきの年齢話のついでに御琴様の年齢だけ詳しく、これね今ちょっと自分もねふわっとしてるとこはあるねんけどいやだから0歳なんですっていう感じで、なんかいつもねこう生まれ変わってたんですよ、何回も何回もで10回ぐらいずっと生まれ変わ1年ごとぐらいのスパンで生まれ変わってて、だからずっと0歳やと。でもなんか割と1年ぐらい前かあれ、そうです ね、でも完全体になりましたっていうことで、はい、10回目にして、完全体見事が登場したんですよ。で自分で完全体と言うたけどもねあまり詰めれてない何が変わったのか、あ、まあ、だからあんま生まれ変わらへんくなったよっていうのが、うん、やっぱ生まれ変わると毎回こう天に召さなきゃいけないというのがやっぱりなんかあんまりこうね生死死をテーマにしたこうお笑いというのはあんまり良くないじゃないかな今年死なないようにしようということで、はい、今生き続けるよ、そうそう、でまあ要するにいろんな衣装を好き勝手着れるよっていうメリットしかないんですよ、ね、そう、うん、今までのね生まれ変わるタイミングがまあ簡単に言うと衣装が変わるタイミングで生まれ変わってたっていう感じですよね。そうだから世間的に言うと、世間的に言うと、世間的に分かりやすく世間的に言うと、世間的に言うとね。まあそうですね。だからその辺もまあいろいろありますから、気になる人はインターネットなり、はい、ウィキペディアなりで調べていただきたいと思います。はい、ということですね。ちなみに最近の我々ジグザグの動きとしては、昨年10月に4枚目のアルバム。ジグザグ4最高をリリースいたしまして、全国ホールツアーも無事完走、やったー、皆さんありがとうございます、そしてですね今は次の展開に向けていろいろ作戦をね練っております、いろいろちょっとね悩みながらものんびりしながらも悩みながらもね、制作もねいろいろしながらもやってるんですけども、はい、今宵はですね初めてのオールナイトニッポンクロスということで、絶対にね2024年2026年飛んだ、ね、まあこの先のねジグザグもね、やっぱりより強く、はい、たくましく成功させていきたいと、そうですね、はい、そこで頼れるのはやっぱり我々リスナーの参拝者の皆様方ということなんですね、はい、はい、そこで今回の生放送に合わせて番組では事前にメールでメッセージを募集しておりました、イエーイ、はい、お題は2つありましたけれども、まずはこちらです、はい、ジグザグ憶測プロフィール、わー、はい、難しいバンド名の影響かとっつきにくい印象を持たれがちなジグザグなんですが、実は僕ミコトはサンリオキャラクターがめちゃくちゃ大好きでございまして、じゃねえよ、知ってるやん、はい、はい、なんとね今日もですね、今日、まあ、もう日付過ぎましたね、昨日ですかね、そうですね、私ねもうマイメロディ様がですね
大好き大好物でございます。大好物、はい、大好き、もうほんまに愛してるんですよ、はい、もう最近ちょっと好きが好きすぎて、あのね、誕生日だったんですよ。そうですよね。そう、はい、ちょっともう一人でね、あのそういうカフェがあるんですけど、三人のね、そうお祝いしてきましたよ。本当好き、もういいわ、これいい語っちゃうから。まあそんな感じでね、まあそんな好きがこうしてですね、我々あのサンリオピューロランドでみそぎを行わせていただいたこともございます、はいね、このようにバンドのイメージにとらわれると、ジグザグって意外とこんな人たちなんじゃないか、きっとこんな一面があるはずという憶測の情報を送ってください。お願いします、はい、お願いします。そしてもう一つがこちら、開白、イエーイ、新天地開白集団ジグザグ。このバンドで活動していると避けて通れないのが、開白って何なんですかという質問でございます、はい。開白は開くという文字に、なんか壁壁の壁みたいな字を書いて、ざっくり言うと新たに切り開くみたいな意味があるんですけれども、あまり厳密な意味は抜きにして、あなたが最近開白したこと、これは間違いなく開白だったなぁと思ったことについて、僕たちジグザグに報告してください。受付メールアドレスはリュウヤから、はい、ジグアットマークオールナイトニッポンドットコム、ジグアットマークオールナイトニッポンドットコム、ジグのスペルは ZIG です。はい、それからクロスで番組の感想などを、ここは X です。だーこれこれ、これ X ね、これは X です。じゃあもう X やめてほしいね。あ、じゃあもうこんなん言うたらあかんね。X 最高、 X 最高、 X 最高。ツイッターより X だろ。X で番組の感想などを投稿するときは、これなんだっけ、ハッシュタグ、ハッシュタグ。もう最近 SNS 離れがちょっと著しくて、ハッシュタグ、ハッシュタグっていうよね、これね。またおじいちゃん言われる。ハッシュタグジグザグ ANNX をつけてつぶやいてくださいね。オールナイトニッポンクロスでは現在、トライアル配信として、オールナイトニッポンクロス公式 X アカウントのスペース機能で音声配信を行っています。イエーイ。では、新天地開白集団ジグザグの曲をお届けしましょう。新天地開白集団ジグザグで、Drip. Ooh. 新天地開白集団ジグザグのオールナイトニッポンクロスではメッセージを募集中。メールアドレスはジグアットマークオールナイトニッポンドットコム、ジグアットマークオールナイトニッポンドットコム、ジグのスペルは ZIG です。今宵開白します。新天地開白集団ジグザグのオールナイトニッポンクロス、今夜は新天地開白集団ジグザグのオールナイトニッポンクロスをお送りしております。イエーイ。はい、ということでですね、早速メールをご紹介いたしましょう。お、はい、ラジオネームロンダートさん。ロンダート、ロンダート、ロンダート、はい、ロンダート、オープニング雰囲気が三次会のカラオケです。え、オープニングの雰囲気が三次会のカラオケ、カラオケ。エンディングに向かうにつれて寝る人とか出てくるんじゃないですかと。ああ、まあどうだろうね。だから龍也がどこまで持つかよ、ね。確かにそうですね、うん、僕らはね、そう、俺らは別にさ、朝まで5時まで放送してもいいけどさ、龍也が果たしてこう最後まで持つのかっていう、エネルギー口数が少なくなる、ね、そうそう、お眠りになれへんかなっていう ね、どうですかね。はい、じゃあ次いきます。ラジオネーム、はい、あげてないポテト、あげてないポテト、面白い、ね、一見ミコトっていうやつがヤバそうなんだけど、影丸の方がヤバそうだ。お、これほんまにあれやな、新規さん、はい、ようこそジグザグは、はい、ようこそ。最後、僕へ宛てに、龍也、今日お前にかかってるわ。なんでやねん。あれ初対面。なんでやねん。どうや、じゃあなんかあれか、ポンコツや思われてる。我ら年上が、あのリーダーやぞ。年長組が、僕も先輩や。あれおかしいな。ねえ、はい、ということですね。続いてテーマメール、テーマはジグザグ憶測プロフィール、イエーイ、ね、我々ジグザグはどんな人だと思われているのか、
気になりますね。はい、はい、ご紹介していきましょう。はい、じゃあ早速いきます。はい、ラジオネームゆはな、影丸の家のクルーゼットは半袖ノースリーブと長袖の割合が9対1。おー、正解。正解でしょう。正解です。ほんまに？はい。あの、見せてもいいぐらい。ネタじゃないんか。本当に見せてもいいぐらい。ほんま、絶対この人だってネタで言うてんだよ、多分。いや。けど、前の人は。そんなわけあるかいっていう突っ込み待ちで言うてんのに。影丸さんに聞いたら、ほんまやね、あの、昔から長袖あんま来たことないらしくて、うん、理由が、あの、昔から腕がきつくて入らへんって言ってました。あの、入るやつあるやろ。入ってもね、曲げるとしんどいんですよ。運転の時とかね。あとドラムに鬱陶しいんです。ああ、なるほど。そう。次行きますね。ラジオネーム、おじい。おじい。ああ、どうも。みこさんはご飯のメニューや服を買う時などは即決タイプ。どうですか？どうですか？だったらいいね。意外と悩む感じ、意外とそうですね。まあでも、人よりは早いと思う。そうですね。ああ。うん、なんかどうせ多分何着ても嬉しいねんっていうことにはなるから、うんうん、まあでも、即決はせえへんな。即決できるように頑張りますって感じだね。いきます。ラジオネームつづり。つづり。龍也は路上教習前の筆記試験に4回落ちたことがある。めっちゃアホにするもん。いや、なんでなんかそんなイメージかね。頭ええと思われてんちゃうのね。ショックです。ショック。実際僕はあの全部一発合格で。そうやね。どっちかって言ったら俺やん。バイクの免許も3週間で取ったんでね。うん、俺やねん、それは。何回も。いきます。ラジオネーム、俊介。俊介さん。影丸くんはアップルウォッチの時計以外の機能は基本使えない。あ、はい。おすげえ。すごい、俊介。もう、さすが。さすが。時計とね、あの、コンパス。あの、道迷った時、アップルがかわいそうや。コンパス出して、こっちやって言って歩き出した。本当に。あの、南に行く時とかね。無駄遣いバレとかやん。影丸はもうバレバレ。バレバレですね。恥ずかしい。素晴らしい。次行きます。ラジオネーム、まやたん。巫女様は苦労してた頃の癖がなかなか抜けなくて、うん、シャンプーがなくなりそうになったら水で薄めて最後の最後まで使ってしまう。どうですか？いや、でもそれはね、やる。やるやる。やる。なんなのな、あれ。いや、やっちゃうやっちゃう。なんか嫌。ストックしとかないですか？いや、ストックしてるよ。けど、シャバシャバシャバってする、最後。なんかあの、蓋開けて、中にお湯入れてシャバシャバってして頭からかけて。めちゃめちゃめちゃ。まさに。めっちゃわかる。やってます。僕は、もう、あれですよ。普通に、常に、あの、なんていうか、ストックが置いてあるんで。あ、もう次出し、次出しみたいな感じです。なんで、なくなることは。なんかやっちゃうやん、あれ。何やろな。かいまさんはやっちゃうのよ。やっちゃうのやっちゃうの。何でもやっちゃうわ。そっち系。何でも、なんかあの、洗剤とかも。あの、鍋のスープの素とかでも。ああ、もう、ギリッギリも、一滴たりとももう、最後ちょっとお湯入れてシャバシャバシャバって。なるほど。やっちゃうね。エコですね。エコですね。うん、はい。次いきます。ラジオネーム、雪の神。雪の神。かげまないつもノーパンだが、勝負下着やパッツパツでテッカテカのブリーフを履く。うわぁ。ノーパンな、お前。いえ。さすがに。さすがに、あの、パンツは履きたいですね。ただでも、いいですね、その感じ。ああ、それにしたい。テッカテカのブリーフいいんじゃないですか。ね、テッカテカのブリーフいいっすね。ブリーフってどんな素材やねん。誰が履いてんの勝負パンツね。ね、ちょっと次、見つけてもらって。みそぎで。どんなパンツ？ラジオネーム、迷える、零細企業。難しい。龍也は小さい頃に貯めた豚の貯金箱をかわいそうだからと割ることができず、大人になった今でも実家で大切に保管している。めっちゃイメージある。めっちゃイメージある。そうやったらええな、うん、実際どうなの。実際豚の貯金箱持ったことがないっていう。ああ。ただ僕あのまだ実家に置いてあるあのリラックマのねぬいぐるみがあるんですけど、うん、リラックマのぬいぐるみって背中にチャックついてるんですよ、でこれ言ったらちょっと親にバレちゃうんですけど、うん、のチャックの中に500円玉4枚ずっと隠し入れてます。おお、なんなの？あの小学生の時にへそくりをしようと思って入れて、いまだに手をつけてない2000円が。何そのやつ。龍也っぽいか。上回ってんね。むしろ豚の貯金箱超えてきたな。さすが。じゃあ次いきます。ラジオネームエリカ。巫女様はいつもお世話になっているツアースタッフさんに何かケータリングなどおもてなししたいと思っているが、人見知りなので何もできないままでいる。どうですか？ケータリングを？俺が
おもてなししたいと思っている。おもてなし？打ち上げとかはね。打ち上げは全部払いますよ、それは。ね、本当ありがとうございます。それはもうバーン払いますよ、ね、私はね。人見知り、ね、俺ね、人見知りやと思われたけど、意外とそうでもないよね。そうですね。あんまり、その、いや、その場に行けば、全然大丈夫やね、うん。全然大丈夫なんやけど、あんまり関心がないっていう。そうそうそう。外のことに。そうそう、外のことにあんま関心がないっていう。人見知りではないんよね。うん、どうやろうな、二人は人見知り？あ、まあ僕のイメージは二人がよく知ってると思う。まあ、影丸さんは一切人見知りではないですね。あの、僕はまあ、人見知りなんですけど、やったんですけど、やっぱ大人になって、人見知りなんでって言ったらかっこ悪いというか、恥ずかしいじゃないですか。なるほど、ね。まあまあね。あの、なんで、やめようと思って。なるほど。だから、克服しようと。もう、基本的には喋るようにして、ね、大人の社会は厳しいですから。一言喋った後に、次の会話が続かないっていうのは言われた。でも一歩踏み出して解約したやん、ね。確かに確かに。一歩解約したわけですよ。影山さんあれですもんね。あの、エレベーターに乗ったら全然知らない人に話しかけます。あ、もう全然世間話でした。日本人じゃない。いやもう、特に夏、国の人あ暑い時寒い時とかもすごいいいよ。ね、暑いすで今日みたいな。すごいよな。喋ってますね。じゃあ次行きます。ラジオネームゆうこ、影丸はスムージーを作るとき野菜やバナナのフルーツをダイレクトに手で握りつぶして作る。わ、いいイメージ。それいいイメージか。いや、そう。イメージ。何マンやね。まあ、でもそもそも残念ながらスムージーは作ったことないんですがね。そのまま食べますもんね。そう。でも最近なんか野菜とかさ、あの皮とかは全然剥かない。基本的にそのままね、うん、皮は栄養が、ね、あるって聞いてありますからね、うん、食物繊維とかね。じゃあ次いきます。ラジオネームザキ、ザキ、ザキ、ジグザグ憶測プロフィール、メンバー3人で使っている LINE グループの名称はビジネスである。なんでなんかいやらしい。実はあのビジネスとも仲いいアピールやもん。どんなやと思われてるの。全然違うよな、ね、僕らのグループ名は新天地開闢集団ジグザグ。そうそうだね。で、あのちゃんとアイコンも、あの、僕たちのロゴの手のマークです。そうそう。抜かりないよな、ちゃんとな。抜、ね、かりない。仲良くやってますよ。はい。本当に、はい。ということでですね、まだまだ、待っております。ね。受付メールアドレスは、jig@allnightnippon.com。jig@allnightnippon.com。jig のスペルは zig でございます。それではですね、ここでもう一曲。新天地開闢集団ジグザグの楽曲を、キチネの嫁入り。新天地開闢集団ジグザグのオールナイトニッポンクロス、楽曲開闢だ。週替わりパーソナリティでお送りしております木曜日のオールナイトニッポンクロス、今夜は新天地開闢集団ジグザグがお送りしておりまーす。じゃあということで、リアクションメール、はい、ここからもう一つね、はい、企画をます。あ、リアクションメールを先に読ませてもらいます。ラジオネームミスタータクアン、影丸さん、道に迷った時アップルウォッチでコンパスより使いやすいアプリますありますよ。マップです。マップは地図という意味です。ぜひ使ってみてください。地図入ってんの？アイフォンみたいに、うん、僕前教えてあげたよ。ほんとコンパスしか使ってない。怒られる。ほんと。え、今北西です。しかもマップは地図という意味ですよってめっちゃ。ありがとう。何歳やと思われてんの。ね、はい、行きます。ラジオネームミートカーソルは広め。よし、リュウヤさんが日本放送にいるうちにリュウヤさんのへそくり探しにリスナーみんなで行こうぜ。おお、おー、行こうぜ。家知ってる僕。お、やめて。言うなよ。言うなよ。こいつ言いながら、言いかねえ。未成年のために家ばらされるの嫌やな。ああ、そっか。確かに。いやね、可愛いエピソードですからね。はい、ね、じゃあ。はい。そういうことですね。ここでですね、もう一つ、こちらの企画を。開闢。新天地開闢集団ジグザグというバンド名の開闢にはざっくり言うと新たに切り開くみたいな意味があるわけなんですけれども、はい、その辺の細かい意味はちょっと省略しまして、あなたが最近開闢したこと、これは間違いなく開闢だなと思うことについて僕たちジグザグに報告していただいております。はい、どんどん紹介していきましょう。はい、いきます。ラジオネームレイコ、まさに今この瞬間、初めてラジオ番組というものにメールを送ってます。おー、おー、初めてかー。すげー、
開脈ですね、これは。いいね、開脈だ。開脈ですわ。開脈ってるね。俺開脈ってんな。いい開脈をしてますね。結構な開脈してるね。ねえ。じゃあ次いきますか。はい、次。ラジオネーム、シミ。寝坊ばかりしていた私が犬を飼って朝の散歩をし始めた、した。おぉ、すごい。おぉ、すごい。健康と幸せに満ちた人生になった。すーごい。すごい。開脈だ。これは開脈してる、ね。これはいいんじゃないですか、ね、ここで早くも出す、これ。早くも出しちゃう。まだ。もっと手玉が。もうちょっといったら OK です。はい、じゃあ、ね、ハードル下げすぎると毎回言わなかった。確かに。確かに。ラジオネーム、ミャスケの親分。ミャスケの親分。はい。32歳にして、歯科矯正を始めました。歯科矯正、おー。コツコツと貯金をし、やっと去年からワイヤー矯正を開始。なるほど。笑った顔が可愛いねんになれるといいなと。あー、スマイル可愛いねんですね。ね、素晴らしい。ね、素晴らしい。それを入れてきたのはセンスがいい。センスがいい。ね、いや、でも、歯の矯正ね。いや、でも30過ぎてからね、するってのはやっぱ結構決心ですから。そうですね。そうですね。そうそう。子供の頃とかね、親からさせられるみたいなのあるけどね。素晴らしい。これ開脈してますね。ねえ。みんな結構開脈してんな。ねえ。ちゃんと開脈してます、ね。全然知らんやつ送ってきてもいいねんで。正直言うと。ラジオネーム、なみっこ。なみっこちゃん。昨日家族でディズニーシーに行ってきました。お、うん。70歳父、69歳母がターオブテラーに初めて挑戦。大丈夫。一緒に乗った私はハラハラだったんですが、本人たちはめちゃくちゃ楽しんでました。開脈が。すごい開脈だ。開脈。すげえ。開脈ってますね。いやー、そんなおじいちゃんになりたいな。いいね。いいですね。ねえ。なんかいい、ほ、微笑ましい。ねえ。すごい。結構開脈してるね、みんな。これ、行ってもいいんじゃないですか？いや、でもそれだともう全部さっきの開脈じゃなくて、まあ、いいか。まあ、まあ、こういうのがあるの、あるよっていうのを、ちょっと一回やっとこう、はい。じゃあ、ね、それでは、なみっこさんにはみこつさんから、こちらのお言葉を。はい、ね、開脈しすぎないように。開脈！はい、はい、ね、あの年齢もね、あれですから、やっぱりね、言うて楽しいから言うてね。ね。じゃあ次は次は言うてね。ね。それこそ、あの、富士急とか行かないようにね。そうですね。まあ、こんな感じで、あの、これはというね、開脈名があったらね、はい、今のように、みこと様からのお言葉があるかもしれません。開脈が得られますから。はい。はい。ラジオネーム、リコさん。リコさん。コロナ禍でお仕事が全くなくなった時、時間があったので勉強しまくって、国家資格の2級建築士の資格を受験し、合格しました。なんかそれがどんくらいすげえんか、俺には全く分からない。私の人生においては一番の開脈ですと。すごそうやな。すごいですよ。国家試験やから、ね、うん、それは相当多分すごい難しいやろな。ね。ね、すごい、すげえ。みんなすごいね。ね、頑張ってるね。コロナ禍でっていうね、こう、何か新しいことをする。マイナスをプラスに。ね、いうことですね。ピンチのチャンス。ね。いや、開脈してます。素晴らしい。ラジオネームハッピー。年末に積もり積もった不満が爆発して、会社にずっと言えなかった一言を言えました。結果残してるのに昇給ないなら辞めます。お、私にとっては彼の会議すっきりしてますと。なるほど、結果どうだったんだ。これすごいっすね。すごいっけ、ね、開脈なのかっていう感じする。ああ、まあ、勇気、勇気を振り絞ったけども絞ってね。すごいよ、すごい、あの、素晴らしいことですけど、開脈なのか、開脈、開脈、開脈じゃない、なんか違う言葉がふさわしい感じもするけどね。そうですね。素晴らしいことですよね。素晴らしい。ね。素晴らしい。素晴らしい。その勇気。素晴らしい。素晴らしい。ラジオネーム、マメ。ちょっと前に会社員を辞めてフリーランスでお仕事をしているのですが、はい、昨年末頃からひょんなことをきっかけに、本来とは別の仕事に携わるようになりました。映像作品などの分野でもともと興味のある世界だったので楽しく仕事をできています。いつかジグザグさんの作品にも携わることができるように精進いたしますと。これ開脈だね。開脈ですね。新たなやっぱ、新境地ってことだから、ね、そうね、新天地を開脈するわけだから。ね、そうですね。新たな道。これ新天地ですね。したことないこと。開脈してますね。ね、いやー、素晴らしい。素晴らしい、ね。まさに今回のテーマにふさわしい。はい、いやー、これも頑張ってね、映像、ね、頑張って、ぜひね、我々の映像も ね、やっていただき、お願いできたらいいな、ね、素晴らしい。じゃあ次いきます、はい、ラジオネームペッコペコ。ペッコペコ、夜勤の仕事の休憩中に聞いております。自分は男ですが、1年くらい前からチーカーに大ハマりしてグッズ買ったりして、男性だけど買い物が好きになりました。楽しいです。仲間、おお、そうですよね。かわいいわ、最悪だ。いや、チーカーはかわいいよね、ほんまに。マイメロちゃん一番好きやねんけど、やっぱチーカーもね、そうかも、捨てがたいね、やっぱね。そうっす。マジで可愛い。いや、本持ってますもんね。本全部持ってんだ、絵本。そう。絵本じゃない。絵本みたいな見た目やけど、中身は、なんか、絵本ではないねんけど。
ちなみに二人は可愛いもんは。僕でも松丸くんやっぱ好き、大好き、可愛い。あれやろ、ピューロランド行ってからやろ。そう、ピューロランドでみそぎさせてもらってから、うん、もう松丸くんがほんと可愛い。急にハマったもんな、ある日からな、ね、ずっとツンツンだって言ってる。そう、最近キモいぐらい言ってるから知らない人にも言ってね、ツンツンって何ですか、知らない。そうやね、あれでもお前なんか X でさ、 X でさ、はい、なんかツンツンとか言ってるよ。最初とか言ってるこいつ。ツン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 言ってるからね。松丸くん、松丸くんだ、あれな。リュウちゃん、僕はね、まあもちろん可愛いものも好きなものもあるんですけど、どっちかっていうとかっこいいものの方が好きで、うん、かっこいいが正義。あ、でもあえて言うな、あのクマのスタンプ可愛いな。ああ、クマね、ね、友達はクマ、友達はクマだからあれが、そうですね、うん、よりもけど本来はやっぱかっこいいものが好きで、スタンプであんまりそのかっこいいもんをするとなんかちょっとやばいやつみたいな。あ、確かにそう、キリってなっちゃうね。キリみたいな。確かに。でも本来はそういうのが好きやもん、ね、かっこいいものが好きやもん、ね、うん、じゃあ次いきます。はい、次、ラジオネームチーミー、チーミー、トラブルが怖いなと思ってずっとネットの世界には触れてなかったのですが、ジグザグの情報を追うため X とインスタグラムのアカウントを作りました。おー、ありがとう。開拓です、開拓です。しかもこれはもう我々に貢献しているね。これもやっていきますか、行きましょうか、定期的にこれやってこらん、はい、それではチーミーさんにはミコさんからこちらの言葉を、これからもね、我々ジグザグのね、情報を追いかけ回してください。開闢。はい。はい。ラジオでは全く映らないのに横で影丸さんが舞い踊ってました。さっきからこう、なんか映像が多いの、影丸は。なんかね、いや、映像情報が、電話の時もジェスチャー多いタイプなんですよ。喋らずにずっと横で動いてるもん。変顔、変顔とかされても分かれへん。なんもスターね。はい。ということでですね、素敵な開闢の報告をですね、たくさんいただいておりますけれども、ちょっとこんなメールも届いておりまして。お、はい。はい。じゃあ、いきます。ラジオネーム、へそでできた茶。友人としゃぶしゃぶを食べるとき、1枚目のお肉をお湯にくぐらせる際、しゃぶしゃぶと言いたいところを言わずに食べられるようになりました。開闢確定ありがとうございますということで。これは、何すか？What? しゃぶしゃぶって言いたいけど言わずに食べれるようになった。何をしてるの？しかも、何をしてるの？へそでできた茶はね、こうしれっと開闢確定ありがとうございます、この確定されることを、してない、見込んで文に入れ込んでるっていう、ね、ちょっとしたたかさもね、確かに感じるんですよ。狙ってんな。狙ってますね。開闢してねえよそれはよ。なんだよそれ。じゃあ次いきます。ラジオネーム銀メタル。はい、銀メダル、はい。フルマラソン走った後、みたらし団子を食えるようになりました。え、フルマラソン走った後？その、みたらし団子食えることよりも、フルマラソン走ったことの方が快適じゃん。それも、確かに、それ快適してる。ね、うん、その、団子よりも先に快適しちゃってるから。団子の情報いるっていう。ね、でも確かにフルマラソンした後って食べれないらしい。したこと、母親がね、フルマラソンしてる。そう、かけまるの母親はね、ね、鉄人なんです。すごい。アスリートだね。超アスリート。いや、それは、だから、マラソンは今までもずっとやってたのかな。ねえ。ちょっとよくわかんない。レベルがわかんない、ね。はい、次いきます。ラジオネーム、ビビンバにビビンナ。おダジャレですね。かけまる好きね。スーパーで買うパンを8枚切りから4枚切りに変更しました。8枚切りから4枚切り。太いやつ。太くした。お、まあ、美味しいよね。太いのって。あ、だから、少ししかない。え、いや、量は一緒。じゃあ、量は一緒。あ、量は一緒。ちょっと分厚くな。分厚いね。美味しい。まあでも、2ミリぐらい開闢してるんちゃう。あ、これは。その凄さが僕、まあ、だから8枚切りを、この人が何枚食べてたかですよね。あ、1回でね。そう、1回で。8枚切りを1回で3枚食べてて、うん、4枚切り1枚を食べるようにしたならちょっとダイエットみたいな。あ、そういう開闢。ああ。けど、8枚切り1枚しか食べてなかった。情報が好きなすぎる。好きなすぎる。ちょっと、詳細をね、もう一度送っていただければ。パン美味しいやね。パン美味しいね。厚切りパンは美味しいよ、でも。じゃあ、次いきます。ラジオネーム、陽介。俺は陽介。貯金の。陽介！マイネーム、陽介。貯金ゼロのフリーター。特技はこれと言ってない。資格も持ってない。でも朝起きたら他人の寿命が分かるようになった。嘘つけ。おー、本当かと思った。これ何すか。嘘つけ。
え、でも僕も嘘送ってくんなよ。そういうオーラ見える人いるのかもしれない。あ、ちょっと出たスピリチュアル。あ、そうかこいつ。あの最近あのタロットカードに、ね、はい、スピリチュアルなんやこいつ。あのこれ言っていいんですか。いいわ。あのタロットカードのあの鑑定士の資格みたいなのを知らん間になんか試験を受けてて合格したらしい。お前が開幕するやん。めちゃめちゃ開幕めっちゃ開幕しだからちゃんとあの占い師としてやっていけるんですよこれで今。お前それ前代未満ちゃうかお前それバンドマンで。影丸さんにちょっと、影丸さんの言葉やな、影丸さんに、みこさんからお言葉をお願いします。はい、じゃあこれから私たちスピリチュアルなワールドを広げていきましょうね。あ、みこ、影丸さんから言うんですか。あ、そうなの。あ、俺に言ってくれよ。みこ様。じゃあ影丸さんから、みこさんにお願いします。はい。はい。じゃあお前がお願いしますって言って、ね。お願いします。ちょ、何やねん、じゃあ、もうええって、じゃあ俺が言うたるわ。言ってください。はいはいはい、お願いします、皆さん。ですね、まあ、占いとかスピリチュアルもいいんですけどもね。はい。ドラムもちゃんと頑張って。もちろん。開脈はい。じゃあ、今夜はね、ここまで。まさかの影丸さんが最後という。影丸締めでしたけどもね。あっという間だ。後半は僕らも知らない開脈も多々ありました。開脈の世界はまだまだ深くて広い。はい。2024年、どんどん開脈していきましょう。イエーイ、開脈だ。はい。ということで、ここでもう一曲、ジグザグの楽曲を聴いてください。Promise。新天地開拓集団ジグザグのオールナイトニッポンクロス、早いものでもう番組終了のお時間でございます。お別れ前にお知らせが。オールナイトニッポンのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムではこの番組のアーカイブを聞くことができます。今夜の放送も後日ジャム限定のアフタートークと合わせてアップロード予定ですので、アプリをダウンロードしてお聞きください。はい、でですね、ジグザグからお知らせです。新天地開拓集団ジグザグの最新アルバムジグザグ4最高が発売中でございます。今夜の配信で気になった方もぜひ見てみてください。各種サブスクにもございます。そしてアルバムを引っ提げ、昨年開催した全国開拓みそぎ最高のツアーファイナル東京ガーデンシアター公演が1月28日日曜日の21時からワウワウプラスで全曲ノーカット配信されます。わーい、はい、ぜひ開拓してください。はい、その他最新情報は新天地開拓集団ジグザグのオフィシャルサイトをチェックしてください。お願いします。はい、そしてこの番組の後深夜1時からはナイティナインのオールナイトニッポン、深夜3時からはマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロです。はい、ということでちょっとまたメールの方、はい、はい、リアクションメール読ませます。ラジオネームコンタ、影丸、食パン8枚が4枚になったのに量は同じって不思議だよな。俺は影丸と友達になれそうだよ。よかったよ仲間。なれるよ。このノリについてあげろよ。もっとウェーって言ってよ。あのこのね、日本語が分からなかった。食パンが8枚なのに4枚なんですか。さっきの話もう忘れてんだよ。じゃあこいつ ごめんなさい、影丸はね、3歩歩いたら全部忘れてる。すみません、はい、さっきの話全部忘れてます。いや、まあ、イエーイ、イエーイ、よかった、仲間だ、とりあえず。ラジオネーム8、影丸、今日の配信放送がちょっとグダグダになるっていうのはタロットで分からなかったのか。まあ楽しかったらいいけど。よかった、今日は占ってないわ。口調なんか同じやつ。違うこれ、名前変えただけか。同じやつフレームじゃん。大丈夫。ラジオネームどんぐり、ジグザグの皆さん、設定を詰めるなら詰める、降りるなら降りる、タイミングが大事ですよ。戻れなくなります。いや降りません、ね、もう死ぬまで、ね、このジグザグはこういうジグザグはもう世界観もうバッチリの、ねはい、こういう番組です。そういう、はい、あ、今日皆さんどうでしたか。今日皆さん、ね、お僕はもう最高に楽しかったね、まあ楽しかったっていうことで、我々は楽しかった、ね、本当に僕たちは楽しかった。そう、聞いてる人が楽しかった側は置いといて、俺らは最高に楽しかったか、ね、動物たちの戯れをね、なんか聞いてくれてるぐらいの感じで、いい思い出になりました、ね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。はい、ということでですね、この辺でお別れでございます。はい、ここまでのお相手は私、歌ボーカル担当みことと、
低音源ベース担当龍也と太鼓ドラムス担当影丸、新天地開闢集団ジグザグでした。イエーイ、よろしくね。覚えててね。覚えて帰ってもう二度と出れないかもしれない。わー、出してぜひこれを機に、ね、次もね、新天地開闢集団ジグザグ、コンボと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 ジグ